はい、皆さんこんにちは、マタリクルビーチです。では今回はハートバイアンをアメリカ軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、ドイツとの戦いに備えて枢軸国側が支配していたアフリカ、それとノルウェー、アイスランドが占領されていたので、それの解放と、進めてきていました。一方ですね、ドイツの方なんですが、ソ連との戦いを有利に進めていて、モスクワ、スターリングラド、この辺りまで迫ってきているという状況からですね、我々慌ててフランスの西部、それとオランダ、ベルギーあたりに上陸をかけて、一気にベルリンを目指しているというところからになります。で、フランスのパリはね、一旦解放したんですが、ここ激戦になっているので、奪還される危険もあるというね、本当に厳しい戦いが続いている状況です。で、今回はその続きになります。一応ですね、最終兵器核、これをね、2発製造、3発目を今作っているところというところなんですけども、ドイツ軍の航空戦力がですね、豊富になっていて、なかなか制空権が取れないというところからですね、この核の使用も難しい状況に今のところなっています。ではね、ベルリンに向けて軍を進軍させていきたいと思います。早速時間を進めていきましょう。ではね、軍の方はベルリンの向けてベルリンの方に向けて進軍を進めていきます。ドイツはね、ちょっと僕は行ったことないんですけど、奥さんのお父さんが、ね、ドイツ大好きで、ドイツ語も喋れるらしいんですけど、ちょっとね、一度ドイツ行ってみたい国ではありますよね。ヨーロッパ、フランスしか行ったことがないんで、まあ、このね、コロナ騒動が収まったら有給があまりに余ってるんで、行ってみるのもいいのかなとは思うんですけどね。本当にいつこの、まあ、騒動というか騒ぎというかがね、収まるか全くわからない不透明な状況になってるので、まあ、果たして本当にそんなすぐに収まるのかっていうぐらいね、もう拡大しきってますからね。さあ、軍の方はもう完全にベルギーは解放が終わっていますね。で、オランダ領を今ベルリンに向けて進行中というところですね。フランスがね、ちょっと苦戦しているところですね。パリは奪還したものの、その後 BC の方になかなか軍が進められていないという状況になっています。ここは包囲戦でドイツの残党軍を殲滅する。実はね、なんでこれいきなり途中から始めてるんだって皆さん、場合によってね、お叱りいただくかもしれないんですけど、ドイツ軍ね、本当に苦しくて、ここまで持ってくるのに、本当に20回近くですね、リハーサルを繰り返して、今回ようやくここまで持ち込んでいるっていうね、状態なんですよ。まあ、うまくいった成功の要因もね、ちょっと自分でもよくわからないんですけど、今回なんか、うまくいっているので、これをね、ちょっと途中からでも再開しないと次またうまくいくのはいつかわからないっていうね、ちょっとそういう状況だったんで、まあ、ちょっとお叱り覚悟の上でちょっと始めているんですけど、おそらくですね、まあ、うまい具合に敵の進行と我々の進行が、まあ我々有利な方に勝ち合ったっていうのと、あと補給をね、やっぱりすごく気をつけて補給マップとにらめっこしながら、ご覧の画面でね、進めてきたっていうのが今回は良かったのかなとは思うんですけど、とはいえね、普段から補給は気をつけているので、本当に今回ね、うまく進行できている、一番の理由っていうのは僕自身も恥ずかしながら分かってないんですが、まあ、とりあえずね、うまくいっている今回、
これをものにしようというところですね。ベルリンまで進んで、そうだね、我々が有利に戦いを進めている部分あって、ソ連軍も反撃してくれているので、モスクワがね守られそうですね。一方イタリアの方はもうちょっと手を出さずに、一旦このままドイツを倒してしまって、その後じっくりね、イタリアどうするんだという問いかけをしていければいいかなと思います。なので一旦海軍の戦力を、まあ、再増強して、イタリア、ドイツの両海軍を潰すという目的もあったんですけども、一旦、まあ、ちょっとその目的は、果たす必要がなくなりそうなので、鉄をね、温存しましょう。ちなみにドイツの海軍戦力なんですけども、もうほぼほぼ潰しきりました。アメリカのね最強海軍がドイツ海軍を破ったという感じですね。でイタリア海軍はね、ドイツに比べたら地中海の方に我々が進出していないので残ってはいるんですけども、それでももはや我々の敵にあらずというところまでは来てますね。これであとはフランス、さらにドイツという大国を残すのみですね。日本幕府っていうのがね、東南アジアに誕生してますからね、ベトナム、ラオスあたりにね、まあもう彼らともガチンコで戦う必要はないかなとは思うんですけど、日本幕府、もはや日本じゃないところに日本幕府があるんで、何のことっていう感じになっちゃいますけど。では我々はベルリンの方に迫ってますね。でソ連の方も東からベルリンに迫ってきているので、このまま順調にいけばね、ようやくこの長く苦しい、思った以上に手こずってしまった戦いが、終われるのかなと。まあ、ハーツオブアイアンも相当数プレイ、相当時間プレイをしているつもり。まあ、もちろんそれでも全然、下手くそではあるんですけど、今回実はもうちょっと余裕かなと踏んでたんですけど、思ったよりね、しんどかったですね。なんかもう終わった感になってますけど。まあ、ベルリンに核を落とせる状態になりましたね。もう航空戦力でも我々が圧倒できると。いう状態になってきました。まあ、ただ核は使わずにね、ドイツを降伏させることができるのであれば、まあ、それが一番いいので、そうしていきましょう。ベルリンは陥落、続いてプラハ、移ったプラハに、軍ね進めているという状況です。で強襲上陸をするときはですね、もう複数拠点同時並行的に、強襲上陸をかけました。具体的にはこのブレスト、あとはですね、まあ、ノルマンディ一帯、さらに、アムステルダム、あとはベルギー、ブリュッセル付近ですね、このあたりに同時並行的に、50師団ぐらい、投入してですね、敵を引きつけてる間にボルドーに上陸。ただね、もうボルドーの部隊は撃退されてしまったんですけど、一応そういう形で、軍の方はね展開しました。それでここまですんなり来れたんですけど、冒頭話した通り同じパターンで強襲上陸かけてるんですけど、うまくいったのは実は今回が初めてなので、本当ね、ちょっとうまくいくロジックっていうのをもうちょっと勉強して、確実をね、取っていければいいのかなというふうには思っています。ではこのまま、時間を進めていきます。
これでヤルタ階段になっています。この後ドイツの降伏は時間の問題。もうね、研究枠とかも放置プレイでいいでしょう。このまま、プラハを目指していきましょう。ちなみに一番最悪なパターンはやっぱり、モスクワ陥落。これがね、一番ダメなパターンでしたね。オランダがね、もうほぼほぼドイツの全域を、逆に支配しようかという勢いだな。ここで人的資源が枯渇してますね、もう。なので、ちょっとこっから時間がかかってしまうかもしれない。人的資源の方はですね、今も大規模徴兵になっているので、こうなってくるとね、無再現徴兵になってしまうんですよね。まあ、ただ、もう無再現に徴兵して戦争を終わらせましょう。あとは元気だね。残してあった軍も投入していきましょうか。温存しておいた軍が、まだ一つ、合計24師団になりますね。これがあるので、この師団も投入していきましょう。ま、そうしなくてもきっと、ソ連がね、今、猛反撃しているので、これで決着がつくのかな、というところですかね。一応こんだけね、むちゃくちゃな数の師団が展開して動いていますけど、ゲーミングノート PC をですね、去年の12月ぐらいに購入しているんで、まあ最新のものですね。なので、まああまり動作上、しかも画面録画しながらなんですけど、あんまりね、きついなっていう感じはないですかね、ここまでのところ。さあ最後はソ連がね、人の数で押し切ってくれるのかなっていう感じかな。逆に我々はドイツに押し込まれてるからな、今。ここに来てスペインがこのタイミングで枢軸国に加わるってなかなか勇気いるよな。はい、ではね、事実上ドイツは滅びましたので、ここでね、一旦区切りを置かせていただこうかなというふうに思います。あと、ま、枢軸国としてはイタリアとかね、直前で参戦してきたスペイン、ルーマニアとかも残っているんですけども、もう我々の敵では、もはやないのかなというふうに思いますので、一旦ここでね、プレイの方は終了をさせていただいて、新しいね、アーツオバイアン4の DLC、レジスタンスでのプレイ一旦終わりにしたいと思います。まあ、ただ、アーツオバイアン4はね、たびたびプレイしてますので、またちょっと違うコンセプトでね、プレイの方は、やっていければいいのかなというふうに思ってますので、その際はね、ぜひぜひ、皆さんの応援よろしく、お願いいたします。というわけで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。